キセルゴケ属は、仙類に分類される、コケ植物の一群。属名は、1712年にボルガ川の河口で、本属の種を発見した、ドイツの植物学者、ヨハン・クリスティアン・ブックスバウムへの県名である。内は長寿ゴケ北半球の温帯から寒帯にかけて、広く分布しているほか、オーストラリアやニュージーランドでも分布が確認されている。一年草または、 多年層であり、格乱が起きたところに発生するパイオニア種である。キセルゴケ属の種は、他の苔植物に比べて配偶体が小さいものの、その配偶体から生じた放子体が比較的大型となる。多くの苔植物では、配偶体の世代において原子体から早茎を展開し、通常放子体よりも大型になるが、キセルゴケ属では早茎は非常に小さく、 ほとんど葉をかいた状態になっている。その葉の小ささのため、光合成に必要なクロロフィルはほとんど持っておらず、動植物の死骸から栄養を得る、不正植物として生活している。また、体内に共生する菌類から栄養を得ている、可能性も指摘されている。私有一種で、成熟した、放子体の大きさは4から11ミリメートル。 有性の個体は増生期の周りに非常に小さい葉を持つ。胞子体は秋に形成され、常緑のまま冬を越す。胞子は晩春から初夏にかけて熟し、雨滴などによって、ついたちから散布される。キセルゴケ属は本属のみで、キセルゴケやコウキセルゴケメキセルゴケ科を構成する。当初の分類体系では、ついたち葉の形態が類似することから、イクビゴケ属を、 キセルゴケ科に含むこともあった。しかし DNA を用いた系統解析の結果、キセルゴケ属とイクビゴケ属には関係性が見られたが、二属は側系統群であることが示唆され、別の分類群に分けられた。またかつては四ツ葉ゴケ目に含む意見もあったが、より新しい研究ではこれを支持する見解は示されていない。本属に分類される種は世界に12種がある。 その形態の単純さから、キセルゴケ族は原始的なケ植物であり、藻類とケ植物の移行段階の分類群であるという主張もなされた。しかし後の研究によって、キセルゴケ族は二次的に退化した分類群であることが示唆された。ありがとうございます。